はい、どうもこんにちは、Q です。今回また、今回パート8ですかね、続きやっていこうと思います。もうすでにですね、こうチラチラとコーヒーポットが僕を呼んでるんで行きます。炭鉱までメインの車を借りたかった。あ、これパッドメインかな。この間はそうですね、先行手榴弾強えとかっつって、これだけでやっていけるって感じでしたよね。で、FBI から追われてて、まあ、パッドメインなら話がわかるんじゃないかってことで、ここに来たんですね。全く怪しまれないですけど。一人でやってんのか。いいのかな、入って。これはこれはなんと作家のアラン・ウェイクさんがお見えになりました。お話冷静だな。お聞きしてみましょう。あ、自動ドア。どうぞ。おいでいただけて光栄です。あら、もう逃げられんぞ。メインから離れろ。すぐにだ。まあまあ落ち着いて。いい人だ、パッドメインさん。ナイチンゲール捜査官、もういいでしょ。ガリット捜査警部補。おわ、何やってるのよ。一般市民がいるのよ。すごいな、このナイチンゲールって人。めちゃくちゃ悪徳刑事みたいな、そんな感じが。またわけわかんないとこ落ちちゃった。何度崖から転落した。確かに言えてる。サドンストップというタイトルはシャレじゃない。メインに行き先を告げなかったことが結果的に幸いした。警察に炭鉱まで追跡されるところだった。結局徒歩？なんだあれ。あ、原稿が貼り付けてあんのか。ナイチンゲールラジオ局にて。向こうに広がる暗い森をナイチンゲールはじっと見つめた。そのまま立ち去ろうとした彼をメインが腕を掴んで引き止めた。どういうつもりです。相手構わず発砲するなんて正気の沙汰じゃない。ナイチンゲールは腕を振りほどき足早にスタジオを出た。その頬は怒りと屈辱で紅潮していた。ナイチンゲールっていう人はなんか変わってるな。こっち側なんもないかな。でも先行手榴弾強いですけど、もうあと2個しかないんですよね。で、ちょっとコメントにもあったんですけど、ウェイクってアイテム取るとき手早いですよね。なんかさっさっさって取るんです。はい、今みたいに。もっと量があると分かりやすいんですけど。あ、なんかある。あ、なんか銃っぽいぞ。やばい、これジェネレーターさっさと動かした方がいい。おーっとっと、ちょっと急いだ、ダッシュしたのが間違いでしたね。ダッシュしちゃダメだっていうのはね、デッドスペースで学んだんですけど、ね、よいしょ。あー、よかった。まあショットガンの弾手に入れたけど、ショットガンがないぞ。あれ？ないな。しかも雰囲気がおかしいままだし。わ、ほんといない。まあ、いっか。発電筒に変えとこうかな。たまに、そう、こう、アップにならずにね、出てくるやつらがいるから。いいよ。あ、おいおいおい。でももう残り9発しかないぞ。あ、そこにまたジェネレーターがある。あ、ジェネレーターじゃない、なんかボタンだ。なぜここに電力会社の作業用ライトが置いてあるのか。あ、まるで今の俺の状況を予測したかのようだった。
ロッキーロッキー。これはもう動かないのか、何もないよね。あ、なんか切れそう。はい、チェックポイント。ショットガン、今回はショットガン。うわ、トラップ、え、すごいいるじゃん。なんでなんで、ウェイクはアイテム取るの待ち。うわ、ちょっとたま、これはこれはちょっと発煙筒ラッシュ。どうしよう、どうしようかな。みんな逃げちゃった。こっち出るか。あ、ジャンプしてる。オンにして、あ、じゃない、 B だった、 B ボタンだ。ボタン間違えた。おー、いい、いい感じ、いい感じ。いった、あれ死んでる。これも取らない方がいいかな。いや、でもそれはさすがにないか。取らないっていう手はないな。わかったわかった、こっち側の電気を使って倒すんだ、こいつら。こういう便利アイテムを使いながら、ほら、あ、間違えた、撃っちゃった。あ、これやばい。うわぁ、たまねぇ。やばい、やってしまった、また。うわぁ、ちょっと、あぶねぇ。ちょっと待って、食い気味に来ないで。ちょっと待って待って待って、もう。あ、違うか、先行集団か。一発しかないけども。あ、2個あるや、使おう。それが、これが間違いだった。くそ、下ってんな。敵多いと困る、めっちゃ、このゲーム。でもこう先行集団使うんだったら、もう引き寄せて、あんまり弾を無駄にしたくない。よいしょ、よし、ここだ。うわ、近い近い。え、もしかして耐えた、もしかして先行集団に。あー、でもよかった、やっと終わった。死にすぎた。もうちょっとこれ使うんだったのかな、使うんだったのかなって、なんだそれ、使うべきだったんだろうか。はい、リチウムバッテリー、はい、リボルバン弾。こっちかな、あれ、こっちじゃなさそう。なんかちょっと間違ってる。しかも怖い怖い、なんか出る、なんか出る。こっちかな、あ、合ってたわ、こっちで合ってた。コーヒー、あ、光だ。お、原稿か。サラ、ナイチンゲールを疑う。サラは自分の直感に自信があった。ナイチンゲール捜査官はろくでなしだ。酒臭い息のせいだけではない。バッジをちらつかせて権威を傘に切る態度や、人を質問する時の目でわかる。ウェイクはどこだ、どんな事故だった、奴の女房はどこへ行った。なるほど、なぜウェイクを逃がした。嫌いなんですね、サラは。彼自身は連邦捜査の一点張りで一切の質問を受け付けなかった。
あ、車だ。え、列車か、車じゃない。リチウムバッテリー。お、お、なんだこれ。あ、なんかお菓子の袋かと思った。ショットガンだった。もう今回ショットガンの弾多いな。あ、あー、電話だ。もしもし。どこまでも頑固な人。アリス。アリス。アリス。え？アラン、アラン、怖くて暗闇でどうか助けて。なんだこのノイズ。まるで他人のようで、瞳の奥に別人がいる。アリス、俺だ。大丈夫か、アリス、これ。覚悟して。接続が悪いだけではなく、何かがおかしかった。確かに。だが、確かに彼女の声だった。怖いな、ちょっと。なんで電話かけられたのかもよくわかんないし。こっちで合ってんのかな。多分合ってる。っていうか最近落書きが見つからないな。見落としてんのかな。あ、あ、とこ行ったらある。前もこんなことあったぞ。なんかコーヒーポットこっちあるかなとかって。ウェイク、ポルターガイストに、え、ポルターガイスト？スチール製のフレームからパイプが勝手に外れ、闇の中で痙攣したように宙に浮いていた。一瞬、何が起きているのか理解できなかった。凄まじい勢いで倒れかかってきたそれを、俺は間一髪でかわした。フラッシュライトを向けると、それは怒りに身を震わせ、そして再び襲いかかってきた。ちょっと困る、それは。これこっちか、こっち奥の方って書いてあるね。合ってる。こっち？あー、でもこれ鉄橋の先、え、向こう岸に倉庫のような建物が見えた。どこに？あそこで車が手に入るかもしれない。どこどこどこの、どこ見てそれ言ったの。わかんないって。落書き、あ、こっちだって。よかった。ちょっと走るか。はい、見つけた。何があるかな。お、ありがたい。あれ、あ、いっぱいだ。ありがたい。あ、もうちょっとある。発煙筒、バッテリーいっぱいだ。結構装備的には充実してる。先行手榴弾もまだ1個残ってるし。おお、最近なんかあったなぁ。いて、まだいた。いた。はい、はい、いいよ。いいね、本当に。橋、あ、ここかな。で、ここの橋を渡っていけばいいのか、あっちに。多分、そうだよね。え、多分ね。よいしょ。でも、列車とか来ないんだろうか。大丈夫かな。あ、でも、ここ入れないのか。あ、行ける？あ、違うか。ん？どっか開いてんのかな？よっ、違うか。多分このフェンス図体には行けないよね、多分。行けないな。あ、でも下に道がある。
よいしょよいしょよいしょ。だからこっちか、こっち側から行けばいいんだ。